ができてるね。農園に行きますか。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。はい、まず農園で収穫を行います。プレゼントが届いてるよ。とガチャは引いたんだった。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。ねえねえ、さてですね、今回は刀輪男子は凱旋門賞を取りましたんで WBC に、再度挑戦なのかな。元気だね。今11月を一周なんで香港に行かせましょう。嬉しいか。よしよし。さてですね、左になんかカメラのマークでぐるぐる回っているのが見えるかもしれませんが、実は新しいスマホを購入いたしまして、スターホースポケットをそちらに移しました。新しく買ったスマートフォンが Zen4 5Z ASUS ですね、のアンドロイドスマホになります。こちらですね、CPU に、スナップドラゴン845というですね、上位モデルを、搭載しておりまして、トップクラスの、CPU 処理性能があります。ゲームとは直接関係ないんですが、カメラもなかなか高性能で、デジカメに負けないぐらいの写真が撮れますし、動画も、4K60p、なかなかデジカメでもない iPhone でも8から対応したという 4K の中でもヌルヌル録画できる機能の、ハードウェアを性能を備えております。ストレージは 128GB あるんでね、まあ処理速度から言えば今までは iPhone6S でやってたんですが、それは全く問題なかったんですが、ストレージの空き容量がすごく足りないのが不安でして、かといって新しい iPhone を買おうとも、今 iPhone すごく高くて、XR ですら、10R か、10R ですら10万とか、12%とか2頃の搭載モデルだとしてしまいますからね。この、Zen4 5Z は、7万円で購入できました。なので、ハイエンドスマホとしては相当安いんだと思います。一つ気になるのが、サポートが ASUS どうも良くないっていうのはあって、前にASUS 製のですね、NEXUS7、まあ、Google のブランドの端末なんですが、持ってたんですが、すぐ壊れまして、で、修理出そうとしても、サポートがすごく応対がうまくいかないっていうか、
で修理費用も本体買うのと同じぐらいになったんで、もう一台オークション中古で買ったんですが、そちらのタッチパッドが、2台ともタッチパッドがすごく反応が悪いんで、結局、やめてしまいました。いい感じだね。でそれ以降、ASUS の端末はどうかなっては思ったんですが、体重はバッチリだね。今回ちょっとサポート不安あるものの、端子とかSD カードで増設できるとかですね、いい感じだね。汎用性がすごく高いため、久しぶりに、買うことにしました。てかアンドロイドって ASUS しか買ってないな。クエスト達成やったね。クエスト達成、他の機種やったね。ファーウェイのというねえねえ、すごくカメラのいいアンドロイド端末をしたんですが、ゲームが主目的なんで、いい感じだね、いい感じだね。元気だね。回復した、いつの間にか。当然大根ですよね。いい感じだね。さあ出せるのかな。まあ翌週か。デイラミ。高校カップか。ちなみに仲間記念だと700枚なんですよね。香港出させましょう。香港カップ行きます。岡部さん。これ終わったら、WBC 再度挑戦させますので。今週はレースがあるよ。6キロか。いいね、成長してるね。疲労回復。体重はバッチリだね。はい、何です？ガ体重調整バッチリですね。はい。このレース行きましょう。まあこれ新しいスマホで空き容量も相当多いので、一番人気だね。 1.3 倍圧倒的ですね。ただいまより投票受付を開始します。非常にタッチとか応答もよく広範囲に使えるスマホだと思いますね。さてこのレース香港カップは2番人気が10番デイラミ、3番人気が12番バックスボーイですね。でそれから他にも9番人気ながらノーザンドレイク3番にも丸がついております。他に11番人気アルムシュタルク、こちらもすごいな、丸がついてんだ。単勝買ったろうかな。これ来たらすごいですよね。はい、行ってみましょう。レースはい、というわけで、まあちょっと画面サイズがディスプレイ筐体いっぱいいっぱいにディスプレイはあるんですが、やっぱそれでもやっぱり 6.2 インチと、まあ iPhone、6S が 4.7 インチに対してでかくなったんで、持ちにくくかつやっぱ重く感じるっていうのがまあ気になるとこですかね。手が疲れやすい。さあスタートです。4番あれ実況がない。杉本さん、どうしたもんでしょうね。設定で実況を設定しないといけないのかな。めちゃくちゃ杉本さんの実況がないと
動きが地味ですよね。あ、これアイコンを動かせんだ、自由に。これはいいや。左上置いときましょう。今ですね、5番手ですね。そろそろ動きが見え出します。そんなに香港の直線は長くないんで、早めの仕掛けが肝心ですね。さあ、バックスボーイが抜け出して結構いい粘りを見せてるぞ。が、もう監視にかかりますね。外からデイラミッドを吹いてる。しかしバックスボーイがまだ粘ってる。2枚腰を発揮した。させるか？そう、させてないんじゃないの？させてないよね。うっそーっていう感じです。まあ2000距離の加減なんで、そこが影響したのかな。残念な結果。よく頑張った、偉いぞ。1着12番、2着4番、3着6番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。ねえねえ、ほぼくですね。ねえねえ、はい、というわけで非常に香港、勝ちたいとこでしたが勝てませんでした。また次回は WBC ターフ、今度は2400で、敵距離なんで4度目の挑戦になりますが、今度こそ勝ちたいと思いますね。はい、あ、モズアスコットが1番人気、エリザベス女王杯かなですね。はい、こちらを楽しみにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。ゲーム動画でいこうでした。そういえばさ。